株式会社南西楽園リゾートは沖縄県宮古島市に本社を置き沖縄県内でリゾート事業を開発運営するユニマットグループの企業であるユニマットグループは1986年以来宮古島の南岸でシギラリゾートと称するリゾート開発を進めてきた2018年11月1日には同グループで不動産事業を行う株式会社 ユニマットプレシャスから沖縄県におけるリゾート事業を分社化して株式会社南西楽園リゾートを設立。2019年4月1日からシギラリゾートの運営を開始した。2019年9月1日にはリゾート施設の総称をシギラセブンマイルズリゾートに決定している。ユニマットグループでは2024年度末までに売上高1000億円を目標とし、 宮古島での客室数を6000室に増やすことを計画している。なお、かつて、ユニマットグループは、八重山列島でもオバマ島で、南西楽園オバマ島リゾート、モテ島で、モテサンクチュアリーリゾートにラカナイを開発、運営していたが、それぞれ星のリゾートグループに運営委託、上渡している。シギラベイサイドスイートアラマンダ10棟のビラからなる、ホテル、コンドミニアム、 旧リゾートビラブリッサ、旧ホテルシーブリーズカジュアル、ありがとうございます。